プロテインに頼った方がいいかもと取り入れたところ、これが大正解。過去の動画や私の公式 LINE の方で、運動をしなくってもプロテインを飲んだ方がいいですかというね、ご質問を何度かいただくことがあったので、今日はその質問についてね、ぜひね回答していきたいなっていうふうに思います。ちなみに私は運動せずに食事だけで12キロのダイエットに成功して、今も食事だけで約まあ9年間ですね、その体型をキープできています。今はちょっと妊娠中なのでね、増えてきておりますけれども、まあ、そんな私なんですが、食事とともにプロテインもね活用していたりします。なので今回の動画では、1、プロテインを飲み始めた理由、2、プロテインを含めた1日の食事ルーティンの注意点、3、プロテインの飲み方と選び方というね、こういったラインナップで今日はお伝えしていこうと思います。まず私がダイエットを始めるとき、何の栄養を一番意識したのかっていうと、タンパク質です。そう、プロテインですね。なぜなら代謝の要となる筋肉っていうのは、タンパク質そのものでできています。つまりタンパク質をしっかり取らないと代謝が落ちる、太りやすくなる、痩せにくくなってしまう。こういったレールを歩んでしまうんですね。実際ダイエット前の私は体重は標準値にもかかわらず、体脂肪率はねお見事 30% を超えていたぽっちゃり体型で、まあ、何をやっても痩せないというぐらい代謝が低下していました。分類で言うと隠れ肥満に属されるところですね。この原因こそタンパク質をしっかりとっていなかったことです。しかも人の食欲はタンパク質で満たされるまで収まらないというふうにも言われているため、タンパク質が不足すると食欲が暴走しやすくなったり、太る原因となる糖質や脂質に偏りやすくなってしまうんですね。加えてタンパク質は糖質や脂質より体温、代謝を上げる力が高いカロリー源、つまり太りにくいカロリーなんです。これらの点から痩せるためにはまずタンパク質をしっかりとることが大事ということが分かり、3食それぞれでタンパク質を摂るようにしました。こうしてタンパク質を優先して食事を摂るようになった結果ですね、気になりますよね。食欲が安定したり、糖質や脂質に偏らなくなったということ以外にも、実は良かったことが3つありました。まず1つ目ですね、食事を考えるのが楽になったこと。まず最初にメインとなるタンパク質、主菜を何にするのか決めるという食事の軸ができたことで、買い物も献立作りもかなり楽になりましたし、外食でのメニュー選びも迷わなくなりましたよ。2つ目は食事制限しなくっても痩せられたこと。それまでは空腹を我慢して痩せる辛いダイエットばかりしていたんですが、タンパク質をしっかりとることで食べることを我慢せずに代謝を高めながら自然と痩せることができました。3つ目は元気に綺麗になったこと。実はタンパク質というのはホルモンや肌、髪を作るための材料でもあるので、メンタルが安定したり肌や髪の不調が改善したんです。ただ私は12キロのダイエット中にプロテインは飲んでいませんでした。なぜなら消化力、代謝力を高めていくためにはやはりこの噛むことって結構大事になってくるからですね。しかも噛む回数が少ないと満腹感が得られにくいというデメリットもあります。そのため私は魚、肉、卵、乳製品、大豆製品という食品からタンパク質を補給するようにしていたんです。こうして12キロのダイエットに成功できたんですが、体型をキープしていきたいと思いつつ、どうしても食事時間が確保できないということがあったんですね。そんな時に活用するようになったのがプロテイン。血色したりお菓子に手が出ちゃうよりプロテインに頼った方がいいかもと取り入れたところ、これが大正解。
プロテインのおかげで忙しい時でもタンパク質などの栄養をさっと補給することができたので、しっかりね体型維持っていうのができたんですね。このように運動なしでもプロテインを飲む理由は、食事をとる時間がない時に食事の代わりとして栄養を取り入れるためということですね。では具体的にはどんな感じでプロテインを取り入れているのか、他の食事例と一緒にご紹介していきたいと思います。プロテインを含めた1日の食事ルーティンの注意点、私の1日の食事例はじゃん、こんな感じです。朝プロテイン、これで 18g のタンパク質ですね。オートミール 30g で 5g のタンパク、昼ゆで卵 6g のタンパク、きな粉ヨーグルト 5g のタンパク、キムチ納豆 6g、雑穀ご飯で 2g のタンパク、味噌汁で 2g のタンパク。夕食です。鮭のちゃんちゃん焼きで 18g のタンパク、サラダ味噌汁で 2g のタンパク、雑穀ご飯でだいたい 2g のタンパク質。1日の食事例については他の動画でもさらに詳しくご紹介しております。この動画のあたりね、概要欄から参考にしてみてください。これがダイエットコースのリアル食生活、食べるほど痩せる1日のレシピを大公開する動画です。このように1日あたりのタンパク質量は体重かける大体1から 1.2g、まあ結構筋トレする人だと 1.5g とか言われていたりしますよね。1食あたりだとタンパク質大体 20g 程度を目安にしていただきつつ、まあ、計算が面倒な時は肉や魚など大体手のひら分程度、これを目安にして卵、ヨーグルト、納豆は3つセットで摂れるとね、計算不要で簡単にタンパク質の目安量っていうのを摂ることができますよ。細かい計算、継続できない原因にもなっちゃうので、正確に摂るというよりも、あくまでも指標として意識して、何よりもね、継続することの方がはるかに大事です。なので私も細かく計算したこと一度もありません。ただ、プロテインダイエットを行う上で、3つの注意したいポイントがあるんですね。ここも押さえておいてください。まず1つ目は、ウィンナーやベーコンなどの加工肉、ちくわやかまぼこなどの練り物は避けること。こちらは肉や魚からできているので、確かにタンパク質を確保することはできるんですが、甘味料、添加物、質の悪い油などがね、含まれている場合がほとんど。こういったものは代謝を落とす原因にもなるので、かえってダイエットの邪魔をしてしまう可能性があるんです。注意したいポイント2つ目は、プロテインだけに頼りすぎないこと。プロテインは確かに手っ取り早くタンパク質を確保することができるんですが、先ほどもお伝えしたようにプロテインだけだと食事の満足感が得られにくいだけではなく、プロテインは完全栄養食というわけではないので、食物繊維、酵素、ビタミン、ミネラルなどの栄養が不足してしまう危険性があります。注意したいポイント3つ目は、食事にプラスしてプロテインを取らないこと。もちろん運動している場合は食事にプラスして OK なんですが、運動なしで3食プロテインまで飲んでしまうと、タンパク質の摂りすぎによって消化や代謝に負担をかけて、かえって痩せにくくなってしまう場合があります。ただ毎日お菓子をたくさん食べている人の場合は、まずプロテインを飲んでみることが摂取カロリーや糖質を抑えることができることにつながっていくかと思います。で、最後にですね、運動なしでプロテインを取り入れる際のおすすめの飲み方と選び方をご紹介していきます。まずおすすめのプロテインの飲み方として、カロリーや糖質が高い牛乳で割るよりも無調整豆乳か水で割るのがおすすめです。またホエイプロテインとソイプロテイン、どちらがいいのかという質問もよくいただくんですが、個人的にはね、どちらでもいいと思っています。ただホエイプロテインの場合、日本人がお腹を下しやすい乳糖が少ないものを選ぶことがおすすめです。加えて1食あたりのタンパク質量が 20g 程度、 120kcal 以下、炭水化物量 5g 以下を目安に選ぶようにしています。
さらに無添加、人工甘味料不使用のものだとさらにいいですよね。ちなみに私はエクジットっていうのかな、のホエイプロテインのシンクシンプルか、こちらのファインラムのホエイプロテインのピュアアイソレートプレーンっていうのをよく飲んでいます。こちらも概要欄に貼っておくので、気になる方はね、参考にしてみてください。他にもおすすめのプロテインについては、こちらの動画で詳しくご紹介しているので、概要欄に貼っておきますね。40代、50代におすすめのプロテインという動画です。他にも私の食べて痩せる食事法を3ステップでサクッと学んで実践して痩せていきたい方、私の無料公式 LINE がおすすめです。概要欄からポチッとお友達追加してあなたのダイエットにぜひお役立てください。今なら書籍やレシピなどもプレゼント中です。ではチャンネル登録、高評価どうぞよろしくお願いします。食事からキューティー保健師の松田理恵でした。じゃあね、バイバーイ。